んにちは。こんにちは。今回なんと、はい、アニサキスに当たった人がいます。おわからないよ、ね。まあ、こうちゃんなんだけどずっと胃が痛い胃が痛いって言って病院行くって言って病院の予約したけどもう耐えれんくなって耐えれんくなって別の病院行ったとか。で、行く前にこうちゃんがなんか嬉しそうにアニサキスやったら動画撮ってくるかアニサキスやなかって言ってナビがあるっちゃうね。そうそう、ナビがあったけんぞ。おろと思ったさ、心当たりがあったんですか、ね、あったあった。あ、でも正直アニサキスで安心したやろ。安心したね。胃潰瘍とか胃潰瘍とか。そうそうそう、胃やなかろうか。胃潰瘍もっとあるけど、そのいつもより痛かったけん、 あれ穴が開いたかとか思ったわけ。そうで、こうちゃんが見事動画を撮ってきてくれたので上映会上映会を開始します。はい、そう、病院の先生がちゃんとこうつまんで撮ってくれたって。撮ってくれた。先生と看護師さんたちみんな許可を得て、うん、はい、撮りました。先生も写っていいって言ってくれた。先生の顔はカットしとる。あ、オッケーオッケーオッケー。ただこうつまんだりしてる部分を撮ってるって。どんどん撮ってっていう。今は楽しみっちゃろ、この上映会。ね、内臓の中を見るっていう。ただでさえ内臓気持ち悪いのに、こうちゃんになってるね。すごいよ。すごいよ。熱か？こうちゃんと内臓狭そうや。消されて。言われた。大体胃を膨らますらしいって綺麗にしてた。で、脂肪で膨らまんちょる。圧迫されとっけ、膨らみにくいらしい。初めてやったね、膨らまん。いや、初めてやったけど。じゃあやっぱ大食いにもやっぱ不向きやったってことですね。そうそうね。でもそれであんだけ食いよけ、多分俺痩せたらめっちゃ食うと思う。また太るやん。食事されたこれ。じゃあ上映会スタートです。夏休みやけんね。うわぁ、俺でも見たこと、自分の見たことあるもんね。俺も知ってる。俺はもう2カメラ。じゃあ行きますよ、大画面。願いします。気持ち悪さ、もうすでに。おえ、おえって言った。あ、ちなみに、いや、おえはカットした。これ、解説せんでいい。あ、そうですね。あ、もう、これがアニサキスね。はぁ、白いやつ。見えん、こちゃん見えん、こちゃん見えん。あ、それがアニサキスなんだ。その白いやつ。これがアニサキスね。アニサキスです。で、そこの、この黒い点々ない。全部紙跡です。あー、手前の。これもこれも。え、紙跡なんだ。紙跡。めっちゃ噛んでちょっと黒い血が出てきよってことだよね。そうそうそう。それ痛かったね、こちゃん。そう、痛かった。これなんかポリープかなと思ったけど、胃の中粘膜っていう。あ、汚いやつだね。みんなあるよ、胃の粘膜が。むしろ綺麗な方ってよ。点々が紙跡で、あの細いのがアニサキス。なんでそんな何箇所もするんですかね。ここじゃダメだってよ。入れんってなるとこなら入れるから。でも胃酸で死なないんだ。いや、入ろうってしよって噛み寄った。そうそう、ほじくっていこうとする。胃酸で溶けそうなので嫌だから潜り込もうとするって流れ見えたんですけどね。結局潜り込むことはできんたやろ。あ、でくって。で、こいつら突き破る場合がある。え、そしたら状態もういったら手術せんば。やばったね。怒って怒った。いい意外なところにこう出て行ってしまったりする。そう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 。あ、そうね。で、あと腸に行った方がもっと大変。肝臓が。そうそうそう。じゃあ行きますよ。はい。上映会スタート。スタート。おお。これこうちゃんが取るやつですか。俺が取るよ。あ、最初看護師さんとか突っ込まれて。ここから俺。おお、取った取った取った。取った。取った。空気入れてる空気入れてる。丸持って丸持って。丸持って丸持って慌ててきた。あれも見えてるのがアニサキス。アニサキス。あの白い。これ今もほじくってる。ね、噛みついてる。今もほじくで今食べるわ。何アニサキス。痛かった。うん。うわぁ、今日入れようと今。髪跡って言いますよね、髪跡。めっちゃあるやん。何時かしで。めちゃくちゃ噛まれとった時に痛かったもん。いっぱいあるね。本当だね。これ6カ所あるね。あ、これも。あ、これもでかいのも髪跡。あ、これも髪跡。重要じゃなくて。うん、髪跡。先生が一応説明書とか全部入れとって。これだ。でもこう説明書を取ってってなりそうです。あ、いや、他も探さんばって膨らまして何匹をかわからんけん、すぐ取って出してしまうと、これで終わってしまう。なんか大丈夫だよ、痛って。いや、これ違う、あの塩水みたいなの多分流しちゃいます。綺麗な洗い流しになって。はい。これでコントロールして捕まった。はい。やば。何人かに痛かったんですよ。
言いたかったです。昨日もずっと。え、これ入れながら話しようって。昨日の夜中。そうよ。酒とか食べ物が。あれ右の壁に貼り付いたとかある？あ、右、そう。あれ、右上ね。あ、いや、真ん中に、真ん中。あ、俺だ。どうしよう。うわ、痛そう、神よりや、僕れ、頑張れ、アイサキス頑張れ。今挟むやつ開いたね。これはあの逃げろ、アニジャクス逃げろ、つまんだ、おー、暴れた、あ、お前、まだついた、つまんだ、逃げろ、逃げろ、おー、つまんだ、おー、つまんだ、すごいだろ、じゃあそんな感じやね。ドワン横になってもいたいし、どうしてもいいんだけど、もじもじしよった。髪よるけんね、そうそう、病気の痛みじゃないけん、何してもいいんだよね。歯があるんですかね、どうやって噛むんですかね。歯はちょいと、まあ、ゲスってなって吸い付くかなんか分からんけどね。吸い付く、溶かしてこう、どうなんかね、あるかもしれんね、確かに。ちなみに他にアニサキス食べたことある人はいますか。メンバーじゃなくて、こうちゃんがマジマジ普通の、初めて別にうちが釣ったやつとかじゃなく、普通に料理食べてやつ、ね、そう怖えな、釣ってきたやつは食べて、あ、こちゃんが釣ってきた、そうあやつは自分で食べたんだ、そうやっぱり釣り屋の種類が良かったとかやっぱね、いらんといた、いらんわ、うちいらんでバクバク食うけあの掴むやつで、こうちゃんさんのあの胃の中なんかヒダヒダがあったじゃないですか。あれば間違えてカチッとかしてしまったらめちゃくちゃ痛いんだよ。ヒクってやするんじゃないか。注意喚起もね。まあそうですね、今から。よく噛まないといけないですか。そう、そうやそう思う。噛まんもんね、俺らね。噛まない、飲むもんね。ちょっとでも傷つけば死ぬ、すぐ死ぬ。って言うしね。そうだね。だから、じゃあもう、完全体で胃の中に入っていたんだよ。それも入っていた。いや、痛かったもんな、だけど午前中、往来に。とお菓子かけ病院行ってくって、今ほら1日目したやん。今日のライン面白かった。今日のライン面白かった。激痛のため病院行ってくる。無理と思うだろうな。そうやね、もうこれ無理と思う。なんで2日後に予約したんですか。いや、そこしか空いてなかった。予約がいっぱいで、店じゃない、病院がですか。そうその日に取ってくれたらよかったですけどね。でもその日でほら、飯食っとっけ、絶食性負け。そうですね、いけないんだ。で、俺昨日の夜、あ、これもういざという時俺救急車で行かんばなと思って。そんな痛かったんだ。だけど飯も食わえやったさ。食欲もなかった。いや、食欲はあったさ。あるけど飯食ったら胃カメラできんけん。そうね、わざと食わえた。で、取った瞬間よかった。取った瞬間何やったんすか。取った瞬間、はい、飯食ったよ。え、どういうことだよ。取った瞬間もう腹が減りすぎてすぐ飯食いに行けなくて。弁当。俺の作った弁当。すぐ食った。美味しかった。美味しかった。ということで、皆さんもアニサキスには注意してください。はい、スーパーのサバとかでも当たるとか言うけん、スーパーとか普通に居酒屋とかでも全然危険な可能性はあるので、あのサバとか、スルメイカに多かったりするね。サワラとかですね。あと、サワラもか。タラとかにも多いよね。危険な大タラとかもめちゃくちゃ多いね。まあまあ知識を備えてチェックして無事に過ごしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
スタの待ち受けてるんです、ね、いやご視聴ありがとうございました。釣りおかでしょうでは8月4日まで極楽湯コラボを実施してます。コラボの湯、コラボフードメニュー、コラボグッズなど販売しておりますのでぜひチェックしてみてください。コラボグッズは、通販サイトでも購入できるので概要欄から見てください。おー